どうもこんにちは。AK ヒットと申します。漫画紹介を始めていきたいと思います。今回紹介する作品は、ブルーピリオドです。ブルーピリオドの著者は、山口翼さん。講談社から出版されています。月刊アフタヌーンに連載されています。この漫画がすごい2019で、第4位を獲得しました。最新刊の4巻は、2019年2月22日に発売されました。超熱い美大受験漫画です。3巻までのあらすじ。 適当に不良をやりつつも家ではしっかり勉強して成績優秀な主人公矢口矢虎順風満帆だった高校生活も2年目に差し掛かる頃絵を描く楽しさに目覚めますこれまでは無難な将来設計を予定していましたが悩んだ末に一転して志望大学も東京芸大1本に絞るという方針に変更します美術部だけでなく予備校にも通い親も説得して応援してもらえるようになりました オープンキャンパスにも行って、芸大の雰囲気を感じておくことも忘れません。予備校では、油絵科の講師と何度も面談を重ね、今年の受験での現役合格に向けてテンションを上げていきます。彼は他人よりも絵を描く量をこなすことで、劇的に技術を向上させ、ノウハウやコツを身につけていきます。そして試験本番の一次試験まで残り1ヶ月となりました。4巻のあらすじ、受験勉強も佳境に差し掛かり、 ライバルたちのメンタルもギリギリになってきます。睡眠不足と接触障害で倒れてしまうもの老人生の余裕のなさを目にすることで、自分はまだ大丈夫なんだと確認して心の平穏を保とうとするもの技術はあっても、心に余裕のあるものは一人もいません。奴らはそれなりに絵が上手くなってきたとはいえ、ライバルたちと比較すれば、まだまだ技術不足、表現力不足が否めません。 ついこの前から絵を描くことを始めたばかりなので当然です。現役生は時間が圧倒的に足りないことに受験目前になって焦りを感じていました。彼は楽しんで絵を描いていた頃の感覚を思い出せず、いつしか絵を描くことが怖くなってきます。そしてついに一次試験開始日になりました。課題は自画像。果たしてやたらは現役合格できるのでしょうか絵を描く難しさ。 ヤトラには絵を描く上で大きな欠点があることを予備校の講師は見抜いていました。彼のコミュニケーション能力の高さから来る空気を読んでしまう力です。相手の出方や意図に合わせて言いなす、受動的な対応力とも言えます。日常生活においてその能力は教師からもクラスメートからも気に入られ、人間関係を円滑にするという点ではプラスに働いていましたが、芸大事件においては弱点になってしまうのです。講師にヤトラが不足しているものを指摘されます。 自分勝手力と楽しむ力が足りないと。課題を自分の都合のいいように解釈する力。能動的な対応力とも言えます。これまでのヤトラは出題者の意図を読んだり、自分の技術的に苦手な部分をどうしようかを考えながら予備校での課題に取り組んできました。講師に真面目だねーと半ば感心され、半ば呆れられます。そしてさらにこう言われます。真面目さに価値があるのは義務教育までよ。とはいえ、 今までその真面目さとコミュニケーション能力の高さでうまく生きてきた彼にとって自分の意志を貫いて好きなように描くということは恐怖があまりにも大きく非常に難しいことだったのです自分を貫かず周りとうまくやれることがこれまでの彼の価値だったからです絵を描くことは初めは誰もが好きなように描いていたのに技術が上がってくると自分の絵を誰かに認めてもらいたくなりますけれど自分の好きなようにだけ描いていては 誰にも共感してもらえない可能性が高くなります。だから見るものを想定して多少気に入られるように書いてしまいがちです。商業的な作品ならそれもまた一つの正解でしょう。しかし芸大受験においては絵の専門家たちがそれを評価するわけで受験生のそんな浅はかな考えはすぐに見抜かれてしまいます。受験生の絵描きたちは自分の好きなように描くイメージと他人に受け入れてもらえるあるいは理解してもらえる絵のイメージの間を 絶えず揺れ動きながら自分の中でバランスをとって作品を生み出さないといけないんですね。しかも受験本番は多くのライバルがいる緊張感が張り詰めた空間の中でそれを実行しないといけないのです。いつもと違う空気の中で良いインスピレーションがひらめくのか甚だ疑問です。死ぬほど難しそうですね。この漫画を読んでいると受験生時代を思い出します。受験が終われば自分の人生がかかった緊張感は なかなか味わうことがありません。このひりついた緊迫感。漫画だったら楽しめるのですが。ブルーピリオド、ぜひ読んでみてください。はい、ここまで見てくださってありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。ブログも書いてます。ブログ名は紙の本も読みなよです。この YouTube チャンネルと同じ名前です。ブログの方も参考にしていただければ幸いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。